4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭に立ったマスターカフェ、マスターカフェ先頭、2番手はザッツザシェーバー、先頭を捉えるか。さあジェイドカフェ一気に来た、あと 200m、 先頭はザッツザシェーバー、残り 100m、 ハイキブリザードさらに突き放します。ジェイドカフェ食らいつく、先頭はハイキブリザード、1着でゴール、ハイキブリザード1着、2着にはどうやらジェイドカフェ、見事に勝ちました。ハイキブリザード、ジェイドカフェ2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。